男子です。ジョン。ヤセイキ。サトラオ。よ、今日の企画は不器用男子のモテテク発表会。かましたんぞ。僕全然不器用じゃないですからね、もう。もうね。いやいやいや、不器用なやつが結婚しただけですよ。あいつはまだ不器用です。いや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 。愛の伝道師です。滑りました。こんな企画出されてね。はい、そう。でも前回の王者がいるんで。シンプルに付き合う前は全然不器用じゃないと思ってますけどね。僕まあまあそうよ。そう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 。前か。まあちょっとこんだけね。僕ら、まあ今まで不器用不器用で出してきたじゃないですか。でずっと監督だけ出てない。いやそうそうそう。なんで、今回ちょっとこのコンテストを開催するにあたり、不器用じゃないと自他ともに認める世界監督はあちらの席に座ってます。お願いします。お願いします。お願いします。実はどうやったら不器用じゃないよ。確かに確かに確かに。それは不器用じゃない。確かに恋愛で不器用と思ったらないかもしれないね。いや、かっこいいね。いや、かっこいいな。ほら、不器用の忘れちゃうやつ。無理すんな、無理すんな。無理すんな。無理すんな。プルプルしてるやろ。いや、しんな。そんなに筋肉つけて腕相撲一番弱いやつ。筋肉のつけ方も弱いもんな。見せき、見せき。俺、あれ、見た時衝撃やった。俺あの場おらんかったから動画でみんなと一緒見たんやけど、ジョンが負けんの、監督が勝つの、サブチャンサブチャン見てください、詳しく見てくださいって感じなんですけども、今回も一番不器用なやつを決めるんですか。これはシチュエーションの中で僕たち4人が思う本気のモテテクを披露していきます。じゃあちょっとそれを判断する人が必要だということで、あちらに監督はね、ザ・器用、楽しみっすね。いや正直不器用系の動画僕出てないんで見てないんです、ほとんど。だから逆に結構新鮮な気持ちで見れるんで、なるほどなるほど、ちょっと楽しみにしてください。ちょっと参考にしてくださいね。ほんまにほんまに持ってますから、参考で言うならそれは参考にするわ。もちろんもちろんもちろん、それはもう全員に負けたと思ったら監督がすいません不器用です言ってもいいんで、変わります、そしたら変わります。確かに確かに確かに。じゃあ次あそこの席に座ってんの、あれやって、そうそうそう、あそこの座に行こうぜ。はい、じゃあ行って、ということで早速やっていきましょう。で、一つ目のシチュエーションが会社の飲み会、ここでモテテクを披露してください。だ付き合ってないけど気になることがいるってことですね。そう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 。バカムズ、こんなんねえよ、こんなもんねえよ。こんなんないよな。監督、思い浮かびます。まず20個を持ちてくる。わざ、いや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 、こじゃぶこじゃぶ。前振りな、前振り全座が、こういうパンチが20でしょ。僕ら俺らもう大砲右ストレート、そうよ、見してください。それはそれぞれ。じゃあジョンからお願いします。こんなもんこれですよ、もう近くに座って盛り上げる。めちゃくちゃええやつや、気づかんて。ちょっと浅いって、まだ脈絡とかわからないですね。じゃあ近くに近くに近くに横、まあ蓮向かいぐらいです。隣のクラスの面白いやつ。そうそう、まずは、あ、面白い人だと知ってもらわないことには。なるほどね。あ、ジョン君っているんだ、あんな面白い子いるんだ。あー、でもなんか、ちょっと千葉市でこれやったらそんな感じやったかもしれない。でも、千葉があれば石垣、石垣。いやいや、あの、中学生の頃はって言ってるのに、でしょうはよくない。これは変わってない、認知されないってね。そうそう、場に置いて。いやいや、もう全然甘い、全然甘い。マジ？全然甘い。教えたってよ。教えたってよ。リーダー、いけいけ。必要に腕まくりする。やばいですよ、この会社なんてね。何してんの？熱い人や。どっちでそれだから、女性、あ、女性も言うじゃないですか。男子の好きな人。そう、好きな、ここ、こう、まくったりとか、ネクタイちょっとこうやって、これのちょこちょこ挟んで。アホやいい、マジか、気づくか。いや、これですよ、マジか。いや、ごめんなさい、これはもう無理。やってるか教えたぜ。いや、ほんまに、ほんまやってるけど、ほんまびっくりちゃうもんな。そう、ほんまに言いますよ、ほんまにやってるみたいな。いいよいいよ、ほんまやっちゃうね。そっと水渡して大丈夫って言う。あ、いや、そう、そういうことよ。大丈夫って言うとき、酔っ払ってる。なんで攻めてんねんって。そういうことやと思うんだよ。まあ、うまいね。飲み会ですよ。お酒飲まされてるかもしれないじゃないですか。水渡して大丈夫って言ったら、キュンってするでしょ、お前。僕もこれはでもやります。え、ですよね。めちゃくちゃやります。僕にもすると思う。あ、なんか優しいやつや。おかしいよ。男見せる。あ、おかしい。無理よ。さすがに。その回答でそれは。それ無理やんな。そったらあんのか。俺けどこれちょっと反則かもしれない。気になってるんで今度デートしてください。いやいや
行き過ぎやで、ね、嘘つくなって。だってさ、アプローチかけるってことやろ、これしかなくない。ちょっと行き過ぎやな。ちょっともっと手前の話しよう。なんかスマートさ、ほらちょっとやりたいと思うよ。そうやって、まあでもなんかある種宗太郎のやつもなんか不器用かもしれない。違うタイプ、逆にね、やりすぎマチャタイタイプの不器用というか、ちょっと鉢巻き巻いてるけど、まあだけどガチやったんやけど、もうこれはじゃあガチで俺やりました。はい、行きます。ブル3連したらチューしてください。あーダーツね。お前はそういう攻め方しかせんのか。ちょっとちゃうな。でもこれ聞いてください、俺ブル3連したんですよ。チューしたん、ほんまに。しました。すごないですか。すごいな、これマジ感動しました。あん時の集中力が多分人生一。なるほど。なんかその甲子園行った俺と付き合ってくれみたいな。確かに。それを会社の乗り換えで言うのダサいけど、なんかちょっと汗の匂いがしますね。わからん、汗臭いって。ちょっと待って、こんなに縛り合うけど。そうよ、僕の乗り合いの顔になって。座りたい、座りたい。確かに確かに。これも圧倒的に安いきちゃう。圧倒的。まあ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 、そうですよ。全然武器の感じ1000円ぐらい思ったし。なんか言ってんすよ、僕ずっと。でもこう企画ここ座らせるんすよ。ビギナーズラックな。ビギナーズラック。ビギナーズラック。よかったなって今日文字書いたら。よかったな。適当に文字書いて、そうやったら。減らし方も不器用やお前。次のシチュエーションなんですけど、はい、LINE、 ここでいかにモテテクを。そういうこと、みんなに見られてないところに出してこそ。 LINE からですから、勝負。そう、モテテクですよ。モテテクからといえばね。モテテク、うわ、待って、一個もない。ハハ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 。またジョンからいきましょうか。 LINE はね、僕ちょっと苦手っていうのも加味してもらったら、あの、好きそうなお店の話をする、あと盛り上げる。お前とりあえず盛り上げてるやん。だからそう、盛り上げ方を教えてくれちゃう。これはもう俺の恋愛理論というか、俺の勝ち筋はただ笑かすことなんですよ。が悲しんでようが、どんなことがあろうが、俺といたら楽しいぞって笑わせず一点突破で行くんで。かっこいいけどな。で、あっちが誘われたら行くだけなんで、誘いない。前半まで追いかっこよかったよ。俺といたら楽しいと思わせる、何があっても笑わせる。そうそうそう、ただ誘われたら行くだけなんて、一番ダサかったな。だから、好きなお店の話までしかできないの。お前最終的には向こう誘ってほしい。向こうから、え、行くとか言われたら、あ、全然いいよ、行く。ダッサー言ったらいいじゃない、言ったら。言えないよ、お前。怖いもん。シクロ行きましょうか。まあまあ、LINE はですね、テンポとか絵文字、文章で合わせる。テクだ。これ僕もやってますよ。これはまあ一応やりますよ。素晴らしいじゃないですか。ええんや。入り口としてはこれです。めちゃくちゃいいの。こんなんでモテるんすか。でもこれあるとない。てへんやつの顔やったな、今。でも逆にさ、LINE で盛り上げるっつってもさ、向こう絵文字いっぱい使ってさ、こっち何もつけんかったら、ちょっと冷めてるように思われへん。俺も3個ぐらいつけるよ。あ、つけるんや。3個ぐらい。3個は大丈夫。俺は結構基本合わせる、その。相手のさ、それはちょっと感じに。うん。じゃあ、あっちは結構喜ぶんだ。喜ぶかは分からんけど、まあまあ、感覚的に近いんかな、みたいな。なんか言うよね、真似されたら親近感。安行お願いしますよ。いきます、先生。僕のモテてる。すぐに返す。出た。いや、こいくやな。高校生ぐらいの。そうだよね。なんかみんなでキャッキャ言ってた頃で、まだやってんのこれ。小手先だな、お前は。高校生の時ラインなかったでしょ。小学生だったんだ。小学生か。これによると思うで。まあね。だからこれコミュニティかもしれない。パッパッパって書いてるのやめろ。いや、そうだな。これでここで勝負したんやから、これ信じな。お前めっちゃ真剣やねん。どないしてん。買ったらなんか100万ぐらいもらえる。どないしてん。まあすぐには返さないって感じ。まあでもちょっとなんかね、使えるテクニックでありますけどね、一応ね。まあ確かに人はやるかもしれない。意図的にやんねん、それを。あの、僕これはモテてくっちゅうか、ほんまに俺がかっこいいと思ってやってることで、あの、びっくりやわらに逃げない素文字ツッコミっていう。どういうこと。あの、なんかを言うなるほどね、とかわらわらとかをつけた方がニュアンス伝わるんですよ。ただね、絶対
回そういうの何もつけずになんでやねん丸とか何々やろいやそれおかしいやろ丸で送れば絶対おもろいんすよ。怖いよな。怖い怖い怖い。絶対おもろいんやけどちょっと怖いって思われるかもしれない。でもそのリスクを取って俺は素文字でちゃんと逃げずに突っ込んでる。かっこいいんだね。かっこいい。これは絶対これは無理よ。これが無理よ。これが無理よ。これは俺絶対かっこいいと思ってやってるよ。不器用やわ。モテると思ってる。あーなるほどな。監督の苦そうなね。ここから選ぶの。この4つから選ぶの。確かに面白い。すごい使えるなと思ったらやっぱシクロンちゃん。まあまあまあちょっと王道ですけど、これやっぱいいんですよ実際やっぱね。ミラー効果と言いますかね、気が合うなと思わせてくれるわ。これもめちゃめちゃ使うんで。というわけに返さないはいいんですけど、まあこの社会人になってきたらまあ返せるタイミングをそもそもあんま返せないと思うんで。なるほど。自然でやっちゃうのかな。なるほどなるほど。暇なやつはそもそも魅力ないんでね。そうやで。そうやで。さあじゃあ続いてのシチュエーション。連絡先交換。本当にどういう風に聞くか。ラインをどうもらうかもらうかね。これ持ってるやつはさらっといきますから。これをねどうやってやるのかってことですね。またジョンから行きましょう。複数人でのご飯とかを友達に組んでもらってグループラインから。こすいこすいこすい。ダサいな。モテてくれやでジョン。今俺たちのモテなかのモテてくを出しててね。ラインさえできれば俺のモテます。てか盛り上げてるから。まずご飯会で。なるほどね。複数人のご飯会盛り上げ。出て面白い人になってるから。グループラインでも盛り上げてんの。グループラインはちょっと苦手。対面しか俺はできないから。なんとかしてライン予定に入れる方法じゃないから。見せてみや。見したれ見して見してシクロ。俺ね教えてよ。あとで URL 送るからライン教えて。うわ。URL 送るん。だから店がなんかの話で盛り上がっといて、はいはいはい、その店めっちゃ気になるみたいになったら、あ、後で送るから、ちょ、LINE 交換しよう。なんか、なんか、なんか、おい、なんじゃくないな、お前、ちょっと会ってへん間に、つまらん男だった。東京いやいやいや、でも俺もコラムや。お前の回答全部コラムや。え、これはでもやってますけど全然無理だ。見したれ見したれ安幸これぞっていう。いきます。すぐブロックしてええから LINE 教えてくれ。ああ、行くんだ。いい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 。やっぱこの前置きは入れちゃいません。もういらん、もう気持ち悪かったらすぐブロックして LINE 教えてくれ。これどのシチュエーションで聞いてるイメージだった？街中の人とかに。これナンパしてますよね。ナンパやったんじゃない。お前どのシチュエーション本気じゃないのこれ。ナンパのシチュエーション、どういうシチュエーションで持っていい。あ、だからまあこんな感じかもしれないですね。複数人で飲んでて帰り際とかに直接行けんのや。はいはいはい。まあ確かにいいかも。俺はいいかもなとはちょっと思った。うん、それは普通に羨ましいわ。ちょっとこうなんか羨ましいな。自分からちょっとこうなんかクソっとなるじゃないですか。なるほどな。ええよみたいな感じでまあ教えてくれる。あ、なるほどね。あのね、男でしょみんな。あ、そうよ。かんね、これです。連絡先教えてくださいって言って90度のお辞儀です。お前やってんの。噛んだ。ガチやってんの。取引先やん。お前。いや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 。噛んだ。俺だって元カノもこれで教えてください。先生や伝わるかもしれんけどね。三茶の道端で90度お辞儀してましたもん。ああ。まあ向こうに気持ちは伝わるかもしれない。そうだろ。グラッとなるな。全然格好がないけど。お前が一番ダサいねって。あ、これむず。これ結構言い悩むかもしれないです。俺この中やったらまだそうだろうかな。よーし。意外と。よーし。汗臭くないっすか。汗臭い。汗臭い。いや、これを冗談っぽくやってるんやったらまだなんかおもろいのっていう。ああ、コントっぽく。いや、絶対冗談っぽくやったんす。冗談っぽくやったんす。俺前この位置やったのに。一番高いポイント取れてない。じゃあラストですかね。社内で話しかけるっていうモテテクですね。ああ、なるほどね。社内どういかにこう自然に話しかけて自分の好感を上げていくかっていうことですね。うわ、会話のきっかけとかをどう作るかってことですよね。なかなかね、仕事をしてる中で話しかけるの難しいですから。ではジョンからいきましょう。その人の席近い人と盛り上がる。めっちゃおもろいわ。盛り上げ隊長やしかも席近い人近い人。そうだね、いい
わからんよ。その人が話せよ。いきなり話しかけたら意味わからないから。これをこれをしとけば、あっちも、もう、おちょんくん、なれ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 、すげえ盛り上げんだからね。マジで、もうみんな輪に入らなきゃっていうの盛り上げて、もう話しかけられるってことで、つまりは。俺からじゃなくてね。すげえわ、お前。俺は一貫してるね。あー、一貫して盛り上げたよね。すごいよ、男なのよ。俺は、その子と仲いい男社員に、俺あの子結構好きやねんって話しかけてない。中高からスタイル変わってんやんけ。ここはもうやっぱね、男にめっちゃ学生やねん、モテテクが。でも男友達に楽しみてるからね。そうか、ガチで好きな人やか。あの社員結構好きやねん。けど分かるよ、男友達に、男社員に言う。あ、そっか、繋がる可能性あるからね。そうそうそう、ワンちゃん言っといてくれるかなみたいな。そう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 。では、やつ行きましょう。なんか仕事を一緒に動かしてるとして。なるほどね。これって、これが合ってたやんなってさりげなく確認して話す。いいんじゃないですか。こっから広げていくの。そう、これでやったら初めて話したよ。前の時話してないから。だからきっかけとしてはこれって合ってましたよね、これで。で、合ってるよ。全然全然いいじゃないですか。あ、まずありがとうございますみたいな。いや、こんなん分かりにくいっすよねみたいな。その前、その手前は手前ってこと。まず、話す前の話を。そうや、そこの話。なんでそのステージで俺しゃべる。話しましょうよっていうテーマですよ。なんで俺ステージで前の話をしてるの。なんで俺2回戦で1回戦の話やったの。土台がしっかりしてないと崩れるから。これが土台やねんって。体感しかしてない。これだってさ、伝わんの。そんな好きって平然と喋れて好き伝わんの。そうそうそう、仕事やで、こんな会話。もうみんな頭おかしなってきた。勉強するから聞こえ。そんな言ってやったら、これが多分一番バランス取れてます。仕事ね、やってて、あ、もうこれ大丈夫っすよ、僕やっとくんで帰ってもらって大丈夫っすって言いながら握ってあげる。伝わるか、伝わるか。握ってあげる。お前腕隠れにしたいよ。頼れるやつとはなるか。ただ見てあげるのは別にやんだ、別に。なんかもうそれこそ例えば逆で、あ、こここうやってて、これ大丈夫かなって言われたら、もう全然大丈夫っすよ、これもう僕やっとくんで帰ってもらって大丈夫っす。でもそれやっぱ年下の子が気分ってくるんじゃん。かもな。そうですよね、先輩もちょっとやっぱな。むしろ教えてあげて一緒にやってくれた方がキュンとくるんじゃん。あ、そうやったら。え、そんな丁寧に教えてくれるんですか、これ。ありがとうございます。別に別に。俺もなんかください、どうしたらいいか。どうしたら。遠すぎんねん。遠すぎんねん。まず話そうぜ。怖いよ。ちなみにこれは。これはね、あー、うわ、むずっ。でも、安行きかな。よっしゃ。うわー。王者や。なんか、やっぱとりあえずまず話すぐらいフラットの方が、やっとくんで帰ってもらって大丈夫です、もうもしかしたら冷たく感じるかもしれんし、とりあえずなんかこう接触回数を増やすっていうのがやっぱ大事なのかなってやっぱ思うからね。ありがとうございます。かなと思います。さすが。まあまあまあ、別にこれ言うても第一回大会で。そうそうそう、ブランドってだけなんだ。そうそうそう、ちょっと待って、新人にあげようよ、今回はな。なんか接待されてるだけやから。そうやろ、本気の人やつ。怖いチャンネルやな。はい、ということで、今回の不器用男子モテ王はやつゆき。よっしゃまあ、これでは本当にまだ小さな。なんなら不器用ってあんま感じひんかったから。そうでしょ、ほんと監督もっと言ってください。みんなで。これ俺今一個気づいたんやけど、今のこのイエーイって言ってたけど、こいつの拍手ちょっとリプレイしてみてください。めちゃくちゃ不器用なんで。そうか、俺ら3人は普通にこうやってイエーイって言ってたんで、ちょっとリプレイしてみても。ドッキーコングやん。ほんまに不器用やで。まあ次回あるのかないのか反応次第ですね、これはね。そうですね、また第2回でお会いしましょう。ということで今回もありがとうございました。ありがとうございました。